いつもご視聴ありがとうございます。本日は、現行 V37 スカイラインの良い点を5つ語ります。当チャンネルでは、こういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、本日の内容に入っていきましょう。現行 V37 スカイラインは、旧型である V36 スカイラインと比べ、販売台数が約半分ぐらいまで落ち込んでいる話を前回しました。その動画については、概要欄にリンクを貼っておきます。よければご視聴よろしくお願いいたします。V37 スカイラインは売れていませんが、総合的な内容を見ると、実は素晴らしい出来をした車なのです。それでは、V37 スカイラインの良い点について、順番に5点語っていきます。V37 スカイラインの良い点1点目が、走行性能の高さです。旧型の V36 スカイラインと比べると、プレミアムセダンらしい車になりましたが、運転してみると、スカイラインらしさがしっかりと残っています。国産のライバル車種と比べても、直進安定性やコーナリング性能が1つや2つ抜き出ています。トヨタのクラウンみたいな高級車らしい走りでもなく、日産 GT-R や三菱ランサーエボリューションみたいな派手さもないが、程よくバランスの取れた車に仕上がっています。市街地、回送路、そして山道や高速道路と、あらゆる場面で高い性能を発揮できる車です。国産最強のグランドツーリングカーと言ってもいいでしょう。伝統のスカイラインらしく、運転していて楽しい車に仕上がっています。V37 スカイラインの良い点2点目がエンジン性能の高さです。スカイラインといえば、歴代から素晴らしく性能の高いエンジンを搭載しています。現行の V37 スカイラインのエンジンは全部で4種類あります。直列4気筒の 2000cc ターボエンジンと V 型6気筒の304馬力と405馬力仕様の3リッターツインターボエンジンと 3500cc のハイブリッドエンジンです。2019年のマイナーチェンジで 2000cc のターボエンジンは廃止となりました。3500cc のハイブリッドエンジンはモーターと合わせて366馬力あり、0、100キロ加速のタイムが5秒以内であり、当時世界最速のハイブリッドと言われておりました。304馬力仕様の 3000cc ツインターボエンジンも V36 スカイラインで言えば 350GT や370GT と似たスペックであり、優秀なエンジンです。カタログスペックは304馬力ですが、実馬力は320から330馬力出ているそうです。また、20万円ぐらいでチューニングができるそうで、チューニングをすれば528馬力、最大トルク77キロまでパワーアップできるそうです。たった20万円だけで R35GTR に近いスペックになるので、かなり潜在能力の高いエンジンです。そして最後に 400R に搭載されている405馬力仕様のエンジンですが、説明する必要もないぐらいのモンスター級のエンジンです。ビッグマイナーチェンジ後の3種類のエンジンはどれもハイスペックなエンジンであり、国産のライバルと比べ抜き出ています。 V37 スカイラインの良い点3点目が車両価格の安さです。歴代スカイラインと比べ価格が上がりましたが、エンジンスペックや装備が充実しているので、総合的に見ると安く感じます。
V37 スカイラインの車両価格は、ベースの GT が427万円で、400R が552万円、ハイブリッドが547万円からとなっています。レクサス IS の 3500cc が650万円からで、クラウンの 3500cc ハイブリッドが710万円から販売されています。こう見ると、ライバルと比べ、150万から200万円ぐらい安く購入できるので、コストパフォーマンスがよく感じます。V 型6気筒エンジンで3リッターツインターボの300馬力オーバーの車が427万円で手に入ると考えるとかなりお買い得感があります。さらに先ほどもお話しいたしましたが、チューニングをすれば528馬力、最大トルク77キロまでパワーアップします。しかもたった20万円だけなので、車両価格の427万円にプラスして約450万円でセダン版の GTR になります。1馬力1万円を下回る価格になり、かなりコストパフォーマンスが良いです。 V37 スカイラインの良い点4点目が内外装の質感の高さです。スカイラインといえば高級感というよりが、スポーティーな内外装のデザインが売りの車でした。しかし現行スカイラインはプレミアム路線に移行したため、歴代スカイラインの中でも内外装の質感がトップクラスに良いです。エクステリアは格上の風雅に似ており、インテリアもスカイライン史上最も高級感のある内装となっています。走りやエンジン性能以外にも内外装の質感も高く、装備も充実しており、すべてにおいて高いレベルの車に仕上がっています。 V37 スカイラインの良い点5点目が優秀な7速 AT を採用していることです。現行スカイラインからはクーペも日本では販売されず、 MT が完全になくなりました。しかし現行スカイラインの7速 AT はシフトアップもシフトダウンも速くて優秀です。トヨタの多段 AT とは違い、力強く引っ張るような変速をしてくれます。またハイブリッド車は CVT が多い中、スカイラインハイブリッドは7速 AT を採用しています。運転を楽しむにはやはり CVT より出来の良い多段 AT の方が楽しめます。以上が現行 V37 スカイラインの5つの良い点についてでした。歴代スカイラインと比べプレミアムセダンに移行し、価格が上がってしまいました。価格は確かに高くなりましたが、エンジン性能や走り、内外装の質感の高さや充実した装備を含め、総合的に見ると割安感があります。市街地から高速道路、そして山道まであらゆる場面で高い性能を発揮する車であり、運転が楽しい車に仕上がっています。コストパフォーマンスが良い車ではありますが、価格が高くなってしまったことにより、歴代スカイラインと比べ販売台数が落ち込んでしまっています。 V37 スカイラインは登場から8年が経っており、中古価格も安くなってきました。中古で購入したい人は現在の V 型スカイラインの中古相場をまとめた動画を過去に作成していますので、概要欄にリンクを貼っておきます。よければご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。